今週も土曜日4時10分がやってまいりました。あなたの日々のイライラをすっきりリラックスしてしまう20分間。それでは行きましょう。魂のリラックス、魂のリラックス。はい、はい、今日はですね、皆さん音でも分かるかどうか分かりませんが、お外に。そうです。あ、そしてまず久しぶりで、はい、お久しぶりさんが、ほうじゃないです、真横にお久しぶりですよね。本当に、2ヶ月ぐらいですか。いや2ヶ月も開かないですけど、前回が3週間で会えなくて、あれからまた3週間ぐらい経ってますから、まあでも1ヶ月半ぐらい、そうですね、会っておりませんでしたが、久しぶりに大村慎吾さんを真横にして、今日はですね、お外なんですよ。そうですよ。で、どこなのかというと、神奈川県は相模大野という、駅から徒歩7分8分ですかね、相模女子大グリーンホールって今でっかいね、その文字が出てるんですけど、こちらですね、相模女子大グリーンホールというところに私たちは来させていただいておりまして。何してるんですか僕ら。これね、先々週の放送でちょっとお話ししたんですけど、あの8月11日木曜日に、私も大変お世話になっている橋爪大輔さんという方の第一案の企画イベント、二次ロックフェスというイベントがこの相模大野でありまして、それに私が出させていただく今日は前日のリハーサルの日なんです。なるほどね。で、前にこの話をした時に大村慎吾さんは野暮用で来れないんだというお話をしておりまして、そうです、今私の真横にいるのが大村慎吾さんです。そうです。どうしちゃったんですかこれ。野暮用がですね、相模大野でできちゃったんですよ今の時代、どの場所にいてもできる時代ですから。できますよね。これ私噂に聞いたんですけど、慎吾さん明日の8月11日のイベントの、どうやらシークレット的な、シークレット、美味しいとこに入ってるらしいじゃないですか。いや、その辺もね、よくね知らされてないんですよね。前日になって今なお、今なお。あ、そうですか。野暮用で来てくださいって言って、あ、これこそ野暮用みたいな。野暮用みたいに。いやー、でも今実は前日リハーサルで、まさに会場すぐそこなんですけど、会場の中ではバンドを入れてのリハーサルを行われている最中なんですけども、私たちの出番はもうちょっと後ということで、今ですね、この会場の雰囲気ごと、皆さんにお伝えしていこうという感じなんですけど、今こうね、画面の方は実は動画もいつも撮ってて、相模女子大グリーンホールと映っておりますが、ここから少しカメラをパンするとですね、そっち側に行くんですね。こっち側に行くんですね。ここですね。そうすると、今ね、ショー後ろ向けショーホールの入り口を見せたいわけですよね。あ、こういうことですね。ですね、はい、ラジオの方には全く分かんないと思いますけど、結構ね、しっかりした、ね、そうですよ、ホールなんです。これショーホールなの。これでショーホールなんですよ。大きいよ、そこそこ。これね、去年も同じ場所でイベントやらせていただいたんですけど、去年は向かい側がこっちで回っていただいて、向かい側が今度、大ホールなんですよ。そう、大ホール、これがね。去年はこちらの大ホールで、ヒロミ剛さんがそうですよ。それぐらいの大きなホール、同じ舞台組んでしまったもんね。でも向こうは大ホールで、今私たちがこう使ってもらってるのはこのブルーショーですよ。これ画面見てると目もあるんじゃないですかというところでね、去年もやりました、そして一昨年も実はやったので、3年越しで3年目ずっとショーで去年も大村慎吾さんも出ておりますけど、今回は、このラジオでも何回も言ってますけれども、大村慎吾さんの世の中に対しての代表曲ですよね。そうですね。不思議なパン屋さんをなんとバンドアレンジでやってしまうということで、どうですか、お気持ちは。そんなんでどんなアレンジになってるか知らないんですよね大御所ですね。いや、知らないんですよ。とりあえずもう元気にその場所に来てくださいぐらい。そうです、そうです。すごいですね、どうなるんでしょう。じゃあ今ね、私ちょっと他の方のリハーサル見てましたけど、ドラムの方がいて、ギターの方がいて、キーボードの方がいて、で、その歌う方がどんなアレンジか知らないまま、知らないままです。後でリハーサルを行うんですか。はい。うわ、すごいですね。大御所ですよ。多分皆さんも知らないんじゃないのかな。私は言ったらなんですけど、知り尽くしてますよ。そうですよ。あれ、内さんはバンドの中に入ってるんですか。バンドで、あ、歌う曲1曲入ってます。いや、僕のバンドの中で。入ってないです。ええ。だって私入ってないの。画面でデーじゃないですよ。え、私だってやるパートないですもん。ギターが、ギターの方もプロの方入ってますし。え、じゃあ僕の曲知ってる人って、ピアノの
ビンちゃんだけじゃないですか。ビンちゃんだけですよ。まあ、元さん、まあ、元さんも、まあ、聞いたことあるけど、ギターの人は多分全然知らないんじゃないかな。そうです。だからこのために覚えてくれてるんですよ。大したことですよこれお仕事としてね。実際やってみたらサイズ全然違うとかあるかもしれないですけどね、そうなんですって。じゃあせっかくなので、ちょっとねどんな感じなのか分からないですけど、小方向ですね。これ後ろ向きに感じじゃない。入ってみましょうよ、ね、私たちはこうロケみたいな感じになってますよ。で中に行くとね、先ほど言ったちょっとリハーサルの音が聞こえてくるかも分かりませんけど、ね、ひっくり返って二人ともドアを押しちゃってますか。はい、ちょっとじゃあこう行きますよ。音がどうでしょうね。今ちょっと音は収まってますね。ボギーに入ってきましたよ。今カメラに向かって、体温大丈夫ですか。右側に押してください。じゃあ、これさん、分かったんですか。36.55 です。はい、大丈夫です。55なんてことなんですか。今、ここにロビーに入っているのですね。今、リハーサルの音がちょっと聞こえてますけど、出演者の方たちもちょいちょいいるんですよ。ちょっと、行ってみます。行きましょう。誰かしら、あ、ちょっと主催がいますよ、主催が。主催がいますね。主催がいなくなりました。主催がいなくなっちゃいました。主催ちょっと今一個ずれてないですか。収録中です。今ちょっとお話してすみませんけど、大ちゃん3年ぶりでこのイベント企画どうですか。今前日リハーサル迎えて、いやなんかすごく嬉しいですね。やっぱり3年積み重ねてなんかここまで来れたなっていう気がしてて、で慣れてる人もいれば緊張する人もいるみたいなね、そうそれぞれにこう物語があって、はい、でそういうのを作り出せてるのがめっちゃ嬉しいなって真面目に答えちゃいました。いやいや、すごい急に振られてこんな喋れます小村さんどうですか前日を迎えて。ね、やっぱり3年間あったでしょ。そこの中で作り上げてきたものってやっぱあるじゃないですか。聞いたことありますね今聞きましたありがとうございます。ありがとうございます。このね、中はチラッとチラッと行きます。チラッと、いや一応ね、この会場入り口のところにですね、ホワイトボードがドンとありまして、8月10日、今収録8月10日ですよ。8月10日のリハーサルのこう時間割りって言うんですか。で、8月11日、本番の日もこうなりますよという全部書いてあります。じゃあ8月11日、私たちは10時に僕ら、あ、でも受付ドア担当なんですよ。大村さんドア担当ですね。そうよ、セキュリティチェックとドアですね。10時集合。いや、僕ら10時に集合するのこれ。いや、わかりません。この辺もちょっとね、曖昧なんですけど、いつもこんな感じでね、いや、もうでもこれ今会場がね、まあ、映像の方はわかりますけど、音声でもちょっとこう雰囲気的なものが伝わってたり、ちょっと会場行きましょうか。ちょっとだけこの辺から外からね、伺ってみたいと思いますけど、奥の方にですね、ステージがあってドラムセット見えますけど、その奥になんとその今ステージでやってる映像がもう奥にドドーンと映るという、なかなかかっこいいステージじゃないですかこれ。だから大村慎吾さんが歌ったら後ろにどでかく大村慎吾さんが映るということです。サイバーさんもそうですよ。まあまあ私もそういうことになります。これぐらいと大きさです。YouTube の皆さん本当申し訳ないです ね、私のアップなんかだと。で、まあ、順番にいろんな方が歌っていきますけど、いや、そういうことでね、今はこういうイベントの、まあ、前日リハーサルということなんですけど、このたまり田というラジオを聴いてくださってる方たちは、私たちがあんまりこうやってね、ミュージシャンっぽいことやってることって見たことないと思うんです。たまり田の方はそうですかね。そうです、うん、もうただただ毎週ね、身のあるんだかないんだかみたいな話をしてる2人でありますから、今日に限ってはもう存分にそういうところを見せていったらいいと思うんですけど、大村慎吾さんね、私は何度も聞いてますけど、明日は不思議なパン屋さん歌うわけです、でその音声は流すことはできないと思いますけど、改めてどんな曲か皆さんにちょっとご説明をしていただく形どうですか。不思議なパン屋さんっていう曲ですよ。なのでおぎくぼっていうところに僕住んでまして、おぎくぼ、はい、以前ね、でそこの近くのソーセージっていうパン屋があって、ソーセージパン屋さんなのに、ソーセージっていうね、はい、で朝10時からしか開店しないっていう、はい、お昼も休むっていう、そういうパン屋さんなんだけど、めちゃくちゃ美味しい。なるほど。そのパン屋に行ってですね、パンを買って、
帰宅途中の車運転してる時に、うん、フレーズと歌詞がバーってこう来て、それで作った曲ですね。素晴らしい。僕の初めての曲ですよ。え、生まれて初めての曲。初作詞作曲の曲なんですか。初作詞作曲。わ、すごい、ちょっと天才感感じますね。若いな。めちゃくちゃキャッチーなというかね、皆さん一回聴いたらもう耳に残ってしまうと。残っちまうと。そうですか。あの、私がね、今この後リハーサルする、バンドでやっていただく曲、突き抜けろという、お、突き抜けろ、楽曲があるんですけど、はい、これはですね、実は7月の11日ですか、ちょうど1ヶ月前に、はい、ちゃんとしたレコーディングスタジオでレコーディングをして、7月の11日そうなんです。あれ、安倍さんのお亡くなりになった次の日、3日後ぐらいじゃないですか。3日後ぐらいです笑い声じゃないですけど、変な日にね。いやいやいや、7月あれ8日ですか。7月8日でしたっけ、ね、私が7月7日に、あそこのほら三峯神社、はいはいはい、あ、三峯の次の日やった、次の日、あれ7月の8日です。やってはって、ほんまに。いやいや、私の今突き抜けるの話、突き抜けるね、何の話をも埋め尽くしてしまう、この話を持って突き抜けるか。いやいや、7月11日、7月11日、グダ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 してますけど、私の話を聞いてください。どうぞどうぞ。7月11日に突き抜けろという楽曲のレコーディングをさせていただきまして、でその楽曲の皆さんに聴いていただける日というのが、なんと明日8月11日、このイベントの中でかかりまくるわけです、うん、あの会場した時ね、まだ開演する前に会場の中でかかりまくります。客入れっていうやつよね。そうですそうです、うん、そこでも流れるようですし、うん、まあ、ここだけの話、さっきのお話ししてくれた大ちゃんが、宇津雄一物語の冊子というか、まあ、本をちっちゃいの作ってくれました。ほんと、もう10万円ぐらいかかったらしいんです。10万円もえ、そう、じゃあ大ちゃんも作れはったんですか。紙にこだわって、で私がお話しした内容を大ちゃんがこう文字にしてくれて、でそこにこう私の写真なんかもちょっと入れて、でそれを明日会場で皆さんにどうやら配るらしいんですよ。でその配った冊子の一番最後のページに QR コード、分かりますか、うんうん、QR コードがついていて、でそこをこう読み込むと突き抜けろが聞けるようになってる。あ、買うんじゃなくて、なんかそういう風にもなってるらしいですよ。なのでね、私もまあどんな感じで出来上がっていくかも聞かせていただきましたけど、私が言うのもなんですけど、本当にね、素晴らしい楽曲が出来上がりまして、これあのたまり菜の中でかけていいと思います。書きましょうよ、じゃあ。なので、うん、来週に、来週に私がレコーディングさせていただいた突き抜けろをですね、うん、バーンとたまりらで、うわ、すごい、フルサイズかどうか分かりませんが、かけさせていただきたいと思いますので、楽しみ。ぜひ皆さん、そんなことも楽しみにしていただきながら、来週お待ちいただければと思いますけど、さあ、そういうことで今週、今ですね、8月11日ライブイベントの前日リハーサルということで、お話をしてきましたけども、珍しいですよ。4分余りました。4分も余ってるの？あ、本当やね。これもっと喋ってる感じがしてましたけどね。移動しながら私たちは喋ってますけど、はい、いろんなお話をしてるつもりがですね、はい、皆さん目の前にいろんな声が聞こえてると思うんですけど、はい、誰かに振るにもやっぱ申し訳ない感じがしますね。ちょっと皆さん騒がしい感じなので、一回会場を出ます。会場出ましょう。大村慎吾さんはね、カメラを持ちながら動いておりますので、後ろ向き、後ろも見ながらね、後ろ向き、はい、で外に出て行って、ちょっとまとめに行きたいと思います。はい、もうちょっと、こうやって測るわ。36.4、ちょっと上がりました、下がりました、下がりました。女子大学グリーンホールのショーホールのロビーを出てきました。はい、皆さんではね、あのロビーであの、ね、今回イベントに出る方たちというのがね、ワイワイワイお話ししてましたけど、あれなんでみんなあんなに喋ってるかというと、あの途中で合唱ワークショップっていうね、はい、合唱をずっと練習してきた方たちのステージが明日の本番の中にあるんですけど、これがですね、全国、北海道から福岡まですごいね、いろんなところにその橋爪大輔さんが指揮をしに行ってですね、いろんなとこで練習してきた人たちが、明日一堂に会してですね、あ、それは初めてなんだ。そう、みんなが一緒に合わせて歌うのは初めてなので、じゃあ北海道は北海道で集まってとか、うん、はいはいはい、まあ、関東は関東とか、九州は九州とか、そうです。で、それで、まあ、遠くに行けない方たちは、それをこう Zoom とかでこう見ながら、
その音声を聞きながら練習してきた人たちが、うん、明日ここでみんな集まって歌うということなので、全国からそのみんな知ってる人たちがそこに集まってきてますから、ね、何人ぐらいいるの？さっきリハーサルチラッと見ただけでも20人ぐらいいるんじゃないですか。うわすごいね。そうなんです。だからみんなちょっとね、わあ久しぶりだとか、うん、言いながらワイワイしてるところもちょっと臨場感とともにね、うん、お届けできてたらと思うんですけど、で私はそう合唱には参加してないんですけど、いろんなところにこの前も阿寒湖に行きました、で青森にも行かせていただいて、ちょっと前に福岡にも行きましたけど、その辺でこうお会いした方たちが昨日今日でいらっしゃるんだ。そう集まってますから、もう方々から西賀さん全国レベルやね。全国全然そんなことないですけど、いや私もすごく嬉しいよっていう話ですよ、だからもう本当ね、みんな会うたびにわあ久しぶりとか、言いながら盛り上がって、師匠言われてましたもんね。私師匠言うて、師匠じゃないですか、師匠か。いや師匠言ってステージからヘルプの声が出てたりとか、バンドのリハーサルしてて、さっと言ってかっこええな思いましたよ。さっと言っていって、あの舞台の後ろから右側左側全部あのサウンドチェックですよ。行ってあここは聞こえにくい、どんな調子であの舞台上で音聞こえるのかサッとチェックして、それで PA さんにあらってことでこう指示して、でドラムさんとかね、みんなにボリュームこうしたらいいですよとか言うて、もう舞台感やね。舞台監督の役だと思います、舞台感はね、そんなん見てたんですか？見てました動き。あ、そうですか、なんかあのあんまりねバンドを入れてやるイベントって今までなかったので、まあ、私があの後歌うのでね、どんな感じに聞こえるのかなって気に入ったら、まあちょっと歌いにくそうな感じだったんですよ。うつさんもバンドで歌うんですか？そうです、さっきの突き抜けろをね、歌わせていただくんですけど、だいたい細かいこと言うんですけど、だいたい歌う人っていうのは、自分の目の前にモニターと言われる、まあ、スピーカーがありまして、そこから自分が歌いやすい言ったらカラオケの状態のものが聞こえてくるということがまあ普通なんですよ、なんですけど、パッと見た感じ、そのモニターというものがどうやら今回は存在していない、自分の目の前に自分用のスピーカーがないということで、あこれは私が曲を作って歌ってもらってるアコちゃんという子が竹歌ってる時にどんな風に聞こえるのかなって、まあちょっと聞きに行ったところが、大村慎吾さんにはちょっとかっこよく見えてしまった。かっこよかったなぁ。かっこよかったんですか？そうでしたか。ということは、どんなバランスで、歌えてんのかって、声のバランス、音のバランスが自分には分かんないままやんないとダメだってことなんですね。さすがミュージシャンですね。そういうことです。だからね、ちょっとまあ歌いやすいかにくいかといったら、歌いにくい方かもしれませんが、そんなところでどんな風にできるかがそのね、自分の力を試される場です。さすがよね。いや、ちょっと違うな。ぜひ大村慎吾さんのね、不思議なパン屋さんも来週かけさせていただきたいと思いますので、バンドでやったやつを、音声だけ撮って、ね、流せるものができ上がればですけどね。流せないな。怖いな。でも大村慎吾さんやっぱりね、先ほども言ったようにミュージシャンです。違いますか？実際お客さんが入って本番となったらすごいスイッチ皆さん入りますので、ぜひ来週どんな音源になるのか、で来週とは言ったものの、今日今前日リハーサルで収録してます、で明日本番になるとまたね、たくさんの人がこうまた集まってきますので、もしかすると、明日は出演者の方たちをいろいろ招きながらお話をするような会になると思いますので、さっき私来週かけると言いましたけど、もしかしたら突き抜けろ、そして不思議なパン屋さんを再来週にかかるかもわかりませんね。明日のインタビューがいろいろ多かったら、そうです。再来週って言葉があるかわかりませんけど、その次の週になる可能性もありますが、伸び伸びなるままにね、伸び伸びなるままに、大村慎吾さんが本当はミュージシャンであるということを皆さんにぜひですね、どっかでお届けしたいと思いますので、夏休みスペシャルということで、今回は8月の11日のイベントの前日リハーサルの場所から、私と大村慎吾さんで久しぶりに一緒に会えたですね、お話をしながらお届けさせていただいたということで、皆さん今回もがあったかなかったか分かりませんけれども、最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。そしたら YouTube 版だけいいですか？ YouTube 版これちょっと、まあ、このままでね、いいですか？あの、全然話は変わるんですけど、私はさっきね、いろんな全国の人がこう来て久しぶりですってなりますって言いましたけど、今年ですね、青森に
実はライブをしに行きまして、うん、でその時に見に来てくれてた多分大ちゃんつながりのどなたかだと思うんですけど、うん、楽屋に挨拶に来ていただいて、でそこでですね、僕は龍の絵を描いて龍の絵を描いているんだというふうにこうねご挨拶していただいて、でその方のお名前をね、言ってしまいましょう、越州良寛さん。越州良寛、越は超える超える、州は船、州は九州の州、九州の州、はい、良寛さん、良は良いです、良い、はい、寛は広し、寛は広しじゃないです、寛はね観察の寛、観察の寛、はい、なんで良寛は広しなんですか、良寛ってそういう字かなって思うんですね。越州良寛さんという方が、まあ、お話ししました、今度9月にどうやら越州良寛さんを含んで5名で絵画展というんですかね、個展と言っていいんですかね、うんうん、そうですね、私が今ねここに資料を持ってるんですけどなかなか開けないわけですよ、うんうん、それをねちょっと皆さんにご紹介させていただいて、ちょっと折っちゃって申し訳ないですけど、じゃん、じゃん、画面に出しますよ、じゃん、5人展、5人展、5人でやるから5人展、こういうですねイベントを、9月の、ごめんなさいね、9月の5日月曜日から11日、うん、日曜日までアートギャラリーアウルというところ、どこなんですか、元町中華街駅から歩くと横浜ですね、はい、横浜です、こちらで先ほどお話しした良寛さんと、はい、それからお名前全部ちゃんと読みましょう、はい、あのね、ここあの律儀にね、うん、データをいっぱいいただいて、はい、木村明子さん、木村明子さん、はい、という方もね書いております、そして、白戸愛香さん、白戸愛香さん、綺麗なお名前ですね、白戸愛香さん、山本綾乃さん、山本綾乃さん、はい、そして最後、はい、1枚がまたうまくめくれませんけれども、外でね、風も吹いてね、自分たちの指を、腕を駆使して喋っておりますので、そして最後は、はい、高橋清美さん、高橋清美さん、はい、この5名で、この5人展というのは行われますので、うん、はい、ビロンビロンですね、これビロンビロンになってますけど、うん、はい、こちらでございます、はい、5人展、はい、ぜひあの魂のリラックス略してたまり屋というのはもちろん鎌倉 FM で流れておりますけど、うん、これ YouTube で見ていただいた方がこの映像があるの で、ね、分かりやすいんじゃないかなということで、うん、今回はこちらで紹介させていただきました、うん、はい、なのでぜひですねちょっと龍の絵にご興味ある方、みんなが龍の絵なんですか、皆さん龍の絵じゃない、良寛さんだけが龍の絵、はい、ちょっとね細かいところ見ちゃいましょうか、良寛さんは龍の絵、墨汁による龍の絵です、そして先ほど言った木村さんは枕目ジュエリー作家、枕目ね、ジュエリーですね、はい、ジュエリー、はい、そして白田愛香さんも龍の絵ですね、龍神、龍神さんとか花など龍に合うものは全て描かれるということですね、うん、そして、木村さんは枕目ジュエリーですね、先ほど言いました、うん、であと2枚あるんですけども、はい、ちょっとお待ちください皆さんね、はい、私の指の乾燥具合が、ね、年いったらどうも乾燥してね、はい、山本綾乃さんは油絵でございます、はい、油絵、はい、油絵でございます、活動エリアが日本は日本ですけど、イタリアって書いてますよ、日本とイタリア、イタリアです、あららすごいね、卒業後イタリアベネチアの美術アカデミーに留学しですね、山本綾乃さん、すごいな、すごいですね、私はまだ海外ハワイしか行ったことございませんので、さあ、そしてあと1枚いきましょう、はい、は高橋さん、高橋清美さんも油絵、枕目作家さんでございますので、ぜひ皆さんちょっとこちらの方ね、うん、ご興味ありましたら、先ほど言いました横浜元町の、はい、アートギャラリーアウルでございますね、9月の5日から、はい、5日から9月の11日まで、じゃん、はい、こちら5人展やっておりますので、はい、はい、ぜひ皆さんありましたら、ぜひぜひ検索していただきたいと思います。ということで、はい、はい、今回は、会場は8月の11日にライブが行われますグリーンホール相模大野ショーホールの目の前から、久しぶりに小村慎吾さんと共に、この映像の方非常に面白かったんじゃないですか。そうでしょうね、きっとね。ぐるぐる回りながらね。ちょっと寄ってるかもしれませんけどね。大人2人がこう後ろに向かって歩きながらね。エビぐらいしかないですよ、そんなことするの。え？エビ？エビフライしかないですよ、エビぐらいしかないかな、エビぐらいしかないですよ、後ろに向かって動いていく、お後がよろしいようで、はい、皆さんこんな感じでまた来週、このイベントの
誰かしらが出てくれるかもしれませんし、もしかしたら音源もお届けできるかもしれないということで、夏休みスペシャルということで、楽しんでいただけたらと思いますということで、お相手いつもの私、サイガと大村慎吾でした。それでは皆さん、また来週。さようなら。